どうも、サバンナ高橋です。ソーシャルディスタンス、ありがとうございます。さあ、ということで本日はですね、はい、3チャンネルコラボ企画をお届けしたいと思います。ゲストの方来ていただきました。お願いします。歴史の藤森哲也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、将棋親善大使の伊藤かりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、藤森先生とかりんちに来ていただいたということで、はい、何をするかと言いますと、将棋ファンが楽しみに楽しみにしています、うん、第4回アベマ将棋トーナメントドラフトの結果聞いてみようのコーナー。熱いですね。全14名のトップ棋士の皆さんがドラフト会議で他の棋士の方を選び、3人のチームを結成して団体戦を戦うという第4回アベマトーナメントで、ドラフトの、実況を藤森先生が、そうですね、僕がタキシードを着てですね、はいはい、実況やりましたんで、はい、ちょっとそれを、お二人にお伝えしていこうかと思います。で、結果は僕はもう今日まさにアベマの方でもオンエアされてると思うんですけど、僕ももうずっと我慢し続けて最初にこのアベマ TV の予想のなんか取材受けさせていただいたんですけど、その時に、はい、高橋さん、結果知りたいですよね、紙渡しますって言われて紙渡されたんですけど、僕その場でこう折りまして封じてしまして、封じてしたんだ。見ずに我慢するというしてこられたんですね。してきました。なるほど。いやー、かりんちゃんは、はい、私はすぐ封じを開けますね。はい、結果知ってるんや。はい、もうそれも知ってるんですけど、私は今日はもうその高橋さんの反応が見たくて、はい、見たい、は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 い、どっから聞くかっていうのですよね。そうなのよね。これだから、はい、僕も14チーム予想していくときにですね、はい、非常に迷って難しかったんですけど、なんとなくここはこうじゃないかなって割とパッと決まったのが、糸谷先生、山崎先生、千田先生の森一門っていうのがなんか、はい、なるほどなるほど。かりんちゃんもなんか予想してたよね。私も全く一緒の予想したんですよ、はい、もうとにかく糸谷先生が山崎先生を選んでくれなきゃ嫌だと思って。これは同じ一門ですけども、糸谷さんの方が後輩なんですよね。はい、はい、でも一問だけのつながれじゃないんですよ。仲いいんですよね。もうラブラブなんですよ。もうなんか絶対選んでほしかったんですけど、はい、去年は振られちゃったので。なるほど、はい、ちなみにかりんちゃんはその山崎先生のご実家にもロケで行ってたんですね。ご両親に、はい、会いに糸谷先生と行くっていう、ちょっとまた不思議な企画で、はい、そうなんですよ。だからお二人はぜひ一緒になって。じゃあちょっとそこから行かせていただきます。糸谷先生がドラフトで選ばれたのは誰なんでしょうか。チーム糸谷一巡目、山崎貴之。うわっ、素晴らしい。これちなみに、はい、これ全14チームの予想が的中したら、ピタリ賞は、ピタリ賞は将棋連盟の一日会長になれる権利っていうのがあるんですよね。あるんですよ。で、これ僕もし一日会長になった場合、はい、将棋連盟の出前の改革とか指示したいなと思って。高橋会長にぜひケンタッキーを届けれるようにしてよろしくお願いします。いや、いいですね。あ、1巡目当たった。そして2巡目いきますか。2巡目いきたいと思います。僕はだから森一門という一門で来られると呼んでおります、はい。チーム糸谷二巡目、服部慎一郎四段。ああ、将棋連盟会長の権利を喪失してしまいました。早かったですね。はあ、服部慎一郎さんですが、はい、この服部慎一郎さん、別のチームの二巡目と重複しております。だからまだ僕の中では将棋連盟会長の目はあるってことですね。なるほど。そうです昇級の目はあるんですよね。これで、はい、重複して外して志田さん、で志田さんに可能性がまだ一応あります。そうかそうか。チーム糸谷2巡目、服部慎一郎では重複して、でくじ引きの結果獲得されました。わあ結果、はい、ということで結果チーム糸谷は糸谷哲郎八段、山崎貴之八段、服部慎一郎四段という。いやー、熱い。はい、素晴らしい。
チーム名はもう発表されてるんですか？いや、チーム名はこれから決めるということです。はい、なので、まあ、チームが決まって、はい、3人で話し合って、はい、どういうチーム名にするか、これから考えられるという。なるほど。だから僕の読み筋は正しかったってことでいい？まあ、三角ですね。でも、三角ですか？その、なるんですよ。その、ね、狙いは良かったというか。狙い良かったです。素晴らしい。そうです。服部さんが、はい、関西の、新鋭というかね、はい、忍者服部くんと言われてますから。なるほど。C 級2組の順位戦でも、かなり活躍、1期目からされましたので、はい、まあ、とても勢いのある。若手ということですね。忍者服部君覚えさせていただきました。あのね、将棋もね、忍者みたいな将棋指すんで、どういうことですか、忍者みたいな将棋。あの結構あの形にとらわれず、結構力強い指し回しを好むんですよ。だからそういうことなんですね。なんで持ち駒を隠してるとかする。それ本当に隠したの。強豪ばっかり集まったねメンバーの中でどれぐらい暴れられるかっていうのが注目ポイントだと思います。素晴らしいチーム。でもここはやっぱり糸谷先生と山崎先生って早指しじゃないですか、はいはいはい、この今回のフィッシャールールに合いそうですよね。山崎先生はすごい早指し強いんで。なるほど、はい、知ってますか1分間で指す将棋、1分切れ負け将棋って。1分切れ負けの将棋は僕は見たことないです。わけわかんないこと。スピード速すぎるんですよね。めちゃめちゃもう速いです。1分ずつしか持っていなくて、でなんかもうそれを番組の企画内でずっとやってたんです、で結局9勝1敗かなんかで。めっちゃ強いんですね。はい、でもそれの特訓を糸谷先生とやってたらしいんですよ。はあ、いやだからこのチーム本当に早指し強いと思いますよ。これだから優勝候補、優勝候補だと思います僕は。はい、いやー面白い。チーム糸谷になりましたけど、はい、いかがですか？棋士の皆さん、ケンタッキーフライドチキンの注文は来年までお預けとさせてください。また来年よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いて、はい、僕がその次にまあなんかパッと予想いけたのは菅井八段が昨年、久保九段にドラフトで指名されてチーム振り飛車を結成されてましたよね。はい、そうです。で今年は逆の先輩である久保先生を指名するんじゃないかというのを予想させていただきました。これがまたかりんちゃんも一緒の予想でした。そうなんですよ。だって振り飛車党も応援したいんですよ。振り飛車党ってなんかやっぱプロの中ではそんなに多くないじゃないですか。そうですね、居飛車党の方が多いですから、はい、その振り飛車党のなんかこう、はい、絆みたいなのがやっぱりあると思うので、はいはい、そういった意味で今回菅井さんが誰選ぶかっていうのはすごい注目ですね。そうなんですよ。で僕は久保先生、菅井さん、久保先生で、もう一人誰に行くのかというのを予想したときに、僕はいろんな振り飛車の形が見たいというのと、はい、アベマのあの将棋トーナメントのあのスタジオに久保田先生が降臨したときにどんな準備をするのかを見たいという。もう準備かかりすぎて対局より準備してますからね。というのでチーム新振り飛車というので菅井八段、久保九段、久保田七段の振り飛車を予想しておりました。ちなみにかりんちゃんは誰にしたの？もう一人。私多分戸部先生だったと思います。私の師匠、はいはい、戸部先生がやっぱり戸部先生に教えてもらってる。はい、振り飛車党なのでやっぱここは入ってほしいなっていう思いで。では、それではですね、チーム菅井一巡目、はい、発表します。合田正隆九段。えぇ、ー、いやこれ斜めいってますよね。年上のトップ棋士を一巡目で指名されるという、はい、しかもゴリゴリの居飛車、ゴリゴリの居飛車と。これはだから、はい、藤森さんどういう 手筋なんでしょうか。いやこれは将棋をひたすら強くなりたいという、はい、菅井さんの向上心が、はい、その一緒にチームを組んで相乗効果で強くなれるんじゃないかみたいな意味が込められてるんじゃないかって僕は思ってます。すごいですね。だからこれやっぱりドラフトで人を選ぶとなるとどうしてもそれはまあどの世界でも一緒ですけど、先輩とやるのはやっぱりやりにくいんじゃないかっていうのは、それはやっぱり棋士の方あるんですよね。そうですね、あると思います。それにもかかわらずやっぱり選びに行かれるという。でしかも関西で、はい、合田先生は関東の先生ですからね。はあ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 、はい、まあ普段あまり接点が、まあ、まあちょっとわからないですけども、はい、まあ多分少ないと思うので、うん、そんな研究会されてるわけでもないですよね。ないと思うので。はぁ、ちなみに僕は佐藤康光会長が合田さんを選ぶんじゃないかなという僕の予想は、チーム3億と3手っていう
の1億と3って呼ばれる佐藤康光会長がこのベテランのお二人に選ばれて、はい、チーム名どうしますか、はい、じゃあ1億と3手が3人で3と9手でいいんじゃないですかっていう話になるんですけど、お二人がいや会長ほどは読めませんよ、僕らは1億1億ですよって言って3億と3手になるっていうストーリーまで一応見えてたんですけど読み深すぎますねそうはならなかった、はい、そうならなかったです。確かにここで郷田先生がいなくなってしまうちょっとね、いやでも崩れますけどワクワクしますねこれ、はい、そして2巡目はこれがねまたすごいですよ。えチーム菅井、はい、2巡目深浦浩一君。すごっ激渋これまたゴリゴリの居飛車党でございます、はい、深浦さんが来ましたか、はい、来ましたね。だからここはすり飛車の菅井さんが居飛車のゴリゴリの先輩を2人召喚して結構重めのチームですね。重いですね、はい、でも深浦先生も NHK 杯優勝されておられたから早いのも強いのも、ね、まあ、当然強いですね、はい、深浦先生と合田先生は昨年度参加してないんですよね、はい、だからここのチームは合田九段と深浦九段ということで、まあ、パワフルなこう実績の持ったお二人が参加するというところですね、うん、ちょっと見たいですね。なんか激アツのチームですね。なんかしかもこう初参加ということで多分お二人も燃えられるでしょうし、はい、なんかその勢いのある自分よりその後輩ですか、はい、から指名が来て多分先輩も嬉しいんじゃないですかね。うん、なやっぱり分かってるやん的な、うん、で、あの、まあ、選んだ理由としては、はい、やってみて、はい、まあ、実績がやっぱりある先生は強いっていうのが菅井さんのお話でしたね、うん、ほー、なるほど、なので選ばせていただきましたというということで、僕の予想、藤井二冠のチーム鳩谷ぐらいの予想も今ここで外れってことで決まりました藤井さんではあの後にインタビューで割と年齢が近い人を選ぶと思いますっておっしゃってたんで、もう外れるとは思ってたんですが、確かに、はい、ガラガラ僕の予想が外れていきますね。やっぱりこれ一日会長大変ですね。これは一日会長これ無理ですよね無理やろ続いて、はい、僕の個人的に聞きたいところ聞いていいですか。あ、もうどうぞ。永瀬王座行かせていただいて、はい、永瀬王座は僕がですね割とこうお話でもよくいじっておられる佐々木勇気七段を選ばれて、はい、佐々木勇気七段が豊島竜王と指名かぶりで抽選の結果永瀬王座のチームに入りで、もう一人はもう一方は、よくインタビューなんかであの若い頃に恩人やとおっしゃってる鈴木大輔九段を指名されて、もう一度チームバナナにするのか鈴木大輔九段の奥様のスナックの名前にするかどっちかじゃないかなって読み深すぎるバナナ永瀬さんやっぱりあの迷わず藤井さんを指名された時に、はい、やっぱりその藤井さんへのリスペクトと愛情がすごいんやなと、はい、そして先頃のタイトル戦敗北されましたけれども、はい、その次の日に駅のホームで伊右衛門のお茶を飲んでたという話を聞きましてそうすごい情報ですね。何情報なんですか。どこ情報、瞬間少年ジャンプを買いに行きながら伊右衛門のお茶を飲まれてたという話を聞きましてじゃあ一体永瀬さんは誰を選ぶんだというところを教えていただきたいです、はい、じゃあそれではいきます。チーム永瀬1巡目増田康弘さん。なるほどね、そういうことか。だから去年も一緒のチームでしたよね。そうですね、増田さんと藤井さんでしたもんね、はい、チームバナナというね。だからチームバナナの藤井さんはいなくなったけども昨年一緒に戦った増田さんを選ばれたということですね、はい、はい、ということは増田さんはこれ誰を予想してたんだ。入ってました、入ってました、はい、豊島竜王が選ばれるっていうことを予想してたんで、はい、もうボロッボロここも外れてきましたね、はいはい、ちょっと一旦赤ペン取ってきます確かにこれ結構ね、文字多いんで、はい、ちょっとメモったり しながらじゃないとちょっと整理できないですね、はい、確かに。これ何時間かけて予想したんでしたっけ。アベマの時に5時間かかって、その後もう1回 YouTube でやる前に7時間かかってたんです。研究しすぎたこんなに研究してもやっぱり当たらない。はい、でも出ているメンバーはね、あってますよね。まあまあそうですね、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、チーム永瀬、はい、2巡目
屋敷信行九段。おすごいとこ行きましたね。まあ、これもあのトップ棋士の、まあ、先生ですけれども、はい、まあ、自分より先輩ですからね、はい、だからちょっと、まあ、重めなこう実績のある、うん、しっかりしたところを選ばれたということです、はい、そうか。僕はあの屋敷九段は広瀬八段が野月さん屋敷さんを選んでチーム北海道という、なるほどなるほど、予想したんですけど、それも外れましたね。どんどん夢が崩れていく。確かに、なんかこう若い方で固めるのかなって感じがありましたけどね、去年の経験から見ると。僕なんかなんとなく永瀬さん の, あ の, そのインタビューとかを拝見してると、チームのメンバーがやりやすいとかやりにくいとか、そんなことより強い人を選ぶんじゃないかなと思ってました、うんうん、ね、はい、まあ、とにかくあのストイックな永瀬さんですから、はい、まあ、それだけにもう本当に勝負にこだわって強いメンバーを選ぶと思うので、はい、これは本当に選ばれた方は嬉しいと思います、ね、なるほど、はい、永瀬王座に認められている人物っていうのは増田さんと屋敷さんだとはっきり言えるわけですよね、はい、まあ、あの屋敷九段とは一緒にこう研究会、はいはい、VS だと思うんですけど、はい、をやられてるみたいで、はあはあ、まあ、そういったので交流もあるみたいです。はあ、なるほど。当たらんな。当たらないですね。棋士の頭の中は難しいですね。難しいですね。じゃあちょっと続いて、はい、ここ行かせてください。木村一基九段気になる。はい、僕はあの自分の愛弟子の高野さんを、高野五段を指名されて、うん、はい、2巡目は金井さん、はい、金井六段も指名されるんじゃないかなと、はい、去年と一緒の、なめかたさん、野月さんというのを考えたんですが、はい、ここはちょっと、でもそのなめかたさんのインタビュー記事を読む機会がありまして、はい、なめかたさんがあの奨励会時代でしたかね、ザ・ブルーハーツの青空を聞いてやる気になったっていうのを聞いて、なんか非常に僕もブルーハーツ世代としては、はい、なんか共感を覚えて、またなめかたさん、野月さんでもいいような気もしてるんですが、はい、誰を指名されたでしょうか。はい、じゃあいきます。チーム木村、1巡目、はい、佐々木勇気七段。あーあーはあ、そうっすが、これかぶる、重複してます。やっぱりなー、そのカモンと相手とは豊島竜王じゃないですか。違います。違うんですよね。私もそう思いました。藤井さんっていうのもあるかも。藤井チームとの重複ではありません。むずすぎる。もう本当に難しすぎる。これはじゃあ抽選の結果を聞いたらいいかな、はい、抽選の結果、佐々木勇気七段を獲得されました。おお、すごい。これはお二人は普段練習とかされてるんですか。いや、これはちょっとわからないですけれども、まあ、同じ関東で、まあ、対戦もあるだろうから。でもなんかちょっとこう異色ですよね。なんかあんまり見えない。お二人ともお話好きというところもありますし、うん、あの楽屋トークは非常に。確かに。あと来年は B 級1組で戦うことになりますよね。はい、まあすごい勢いのあるね、来期か、はい、はい、居飛車と本格派ということで、まあ、ただあの佐々木勇気さんはすごい攻める将棋なんで、はい、まあ、木村さんは受け将棋ですから、まあそういったところの逆はありますけれども、はい、若い者いくぞと。はあ、はい、そして2巡目は、はい、チーム木村、はい、2巡目、はい、池永高志四段です。ほーですが、ですがですが、はい、この池永さん、はい、重複しております。池永さんは僕は、はい、斉藤慎太郎八段が2巡目で指名して、関西の皆さんで結成されてチームレストランイレブンチントンシャンっていうチームが結成されると予想してました。なので斉藤慎太郎八段ならば当たってますが、これ、はい、ピンポイントで当たってます。チーム斉藤2巡目で、はい、池永高志四段に、はい、行きました。で、重複の結果、はい、チーム木村が獲得しました。おー、じゃあずれてるやん。確かに、こうずれてます。確かに。でもなんか木村先生の運が強いん
そうですね、だからこの木村さん2回ともくじ引きして、うん、2回とも取られたんですね、うんはいうん、すごいっすね、おもろ、だいぶ若い人、そうですね、まあ、池永さん関西の所属の棋士で、はい、新人を取られています、はい、まあ、居飛車党の本格派というので、うん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 、まあ、ちょっとつながりがなかなか分かりづらいチームですけれども、うん、でも結構だからあ指名していただいたんやっていうのを喜びとともにはまあプレッシャーにも感じられるでしょうけども、そうですね、でもこんな大注目の大会に出れるっていうのはやっぱり棋士の方としては相当嬉しいことなんじゃないですか。いや当然そうでしょうね、ということですよね、はい、じゃあちょっとここらでサビいきます、いきましょうか、チーム藤井、ちょっとチーム藤井は最後にした方がいいんかな。でもまあいや、はい、行きましょう、はい、ここはじゃあ一度ここで大サビ迎えたいと思います、はい、もう小ネタがすごいんですよ、いつも深いからもうそうなんですよ、一手がもちろん購入しましたよ。ね、あの杉本先生の、さらに師匠のお名前を書かれているという。伊佐谷進む先生。はい。伊佐谷進む先生の進むというのを記号された。じゃあ、まあ、もちろん前に進むっていう意味もあるし。あると思いますし、そういう一門の絆みたいなものを記号された。なるほど。進む。買わざるを得ませんでした。最近あの大阪でレストランイレブンに行ったら帰りに扇子1枚買っていいよって自分ならで聞かせてますんで、これ一応復習したいんですけど、藤井先生のチームは、これ僕もちょっと予想できなかったんですけど、師匠の藤本あ杉本八段を選ばれたら胸熱じゃないかな、はい、そうですね、深浦先生は残念ながら、はい、深浦先生はなんかプロになる前から、はい、わざわざ愛知県まで行って藤井さんと将棋を支えていたという話を聞いたことがあったもので、うん、はい、まあ、でもここですよね、やっぱり今回はとにかく前回選ばれる側だった藤井さんが今回リーダーになって選ぶということなんで、はい、とにかくこれ誰選ぶかっていうのが、ここがもう一番ここもう気になるところです、はい、じゃあそれでは行きたいと思います。ちょっと待ってください、初手お茶だけいたします。中は家門ということでさせてください。一応そういうことにお願いします。それではいきます。チーム藤井一巡目、伊藤匠四段、はい、ということで最年少、そうか、だから伊藤先生はまだプロ棋士メーカーにも載ってないの、もうほやほや成り立てですもんね、ほやほやの棋士でございます。まあ、でも選びやすいっていうところはやっぱりあったと思うんですよね、はいはいはい、だからここはとてもフレッシュな、これはだから藤井さんが喋るときどんな感じなのか、確かにめちゃくちゃ気になりますよね。でも多分敬語でしょう、敬語でしょうね、まあ、そうですね、よかったらこちらのチョコレートも好きなのでくださいみたいなことをおっしゃるんですかね。急に宣伝しちゃった。いやー、気になりますね。熱い。そして、はい、チーム藤井2巡目、服部慎一郎4段、うわで、かぶった、はい、しました、糸谷先生とドラフトで重複してくじ引きの結果負けるんですか、はい、藤井さんの連勝を止めるのはくじ引きだったのか。確かに藤井聡太さんはくじ引きで服部慎一郎4段を逃します、はいはあ、はい、そしてそしてそこにさらに2巡目行ったのが高見太一七段、はい、でこれで獲得でございます。高見先生が行きましたか、はい、嬉しいな、まあ、服部さんを選んだら、まあ、すごい若いチームが多分できていたと思うんですけれども、はい、高見さんが入りまして、はい、まあ、この3人の中だと年上ということですね。これはめちゃくちゃ楽しみです。高見先生僕もよくしていただいてましてですね、この僕の YouTube の予想も見ていただいたという LINE いただきまして、名前を出していただいてありがとうございますみたいな丁寧な LINE をいただいたんですけども、藤井チームに選ばれたんですか。まあ、前回あれだけこうぶっちぎりで優勝したね、はい、まあ、永瀬チームと
まあ、いた藤井さんですから、はい、まあ、当然今回もいるだけで、まあ、もちろん優勝候補になると思うので、はい、まあ、高見さんと伊藤さん当然燃えていると思います。高見先生はこの間、昇級も果たされましたから、はい、来期から B2 ですか。そうですね、はい、B級2組に行かれるということで、躍進の年になる景気づけに、このまずはチーム藤井さんの、ただまだ加藤矢倉っていう名前だけ当たる可能性もない。そうですね、はい、肉豆腐キムチのキノコを、糸こんにゃくとチョイスできるようにしてくれた感謝を込めてしまってぐらいにするっていうのが僕の読みです。もう何言ってるか分からないですよ。あー、外れまくった。いやー、もろということで、はい、今5チームご紹介いたしましたが、はい、この後まだまだあと9チームございます。続きはかりんちゃんのチャンネルで、この続きをまずはご覧ください。